推理小説読んでる時のまあ一番面白いってワクワクドキドキするとこ、アリバイ崩しの中のまあ傑作といえば、男3匹の美学でございますけどもね、はい、まあ、この前もちょっとね本格推理の話をさせていただきまして、はい、密室云々っていうのかんぬんとかね、はい、あとまああのマジシャン手品師のねトリックみたいなものの応用もミステリーにはあるよっていうのを話したんですけど、はい、まあまあ基本的に似てるんですよね、うんうん、やっぱりその手品とその推理小説っていうのはすごい似てて、うん、でまさにまあもうそういうものをそのまま取り入れるみたいなね、うんうん、ようなトリックもあるんですよ、うん、マジックのそういったものをその、はい、あマジックではもうポピュラーな、うん、もう種も分かってるやつを現実のところに取り入れるとちょっと分からなくなって、あ、うん、まさかこんなんあないやろっていうことですか。例えば、うん、トランプのそのキングとかいうカードを3つに切って、うん、こう並べ替えていくと、はい、そのカードが何枚になるかみたいなのがあるんですよ、うんうん、まあ、だから例えば人間やったら顔お腹足みたいなのがあって3分割して、はい、こうなんか並べ替えていくと1人増えるとかね、うん、なんかそういうなんかそういうトリックみたいなのあるんですよ、はい、うん、それを本当の死体で やるみたいなのがあるんですよ、ね、うわ怖、うん、はい、うん、だからそれのトリックもそういうのトリックの応用なんだけど、うん、ちょっとこう現実に寄せるから、うん、すごくこう幻惑されるというか、うん、よくあの箱に女の人が入ってて検査していってみたいな、はい、あんなんもあるんですかやっぱり。だからまああれなんかまあそのトリックの、うん、要はその刺してるところが、うん、その本当に刺さないところを刺してるっていう違うとこ行ってるっていう、はい、うんうん、うん、そうなんで、でまあそういうのも技術もテクニックも、うん、あのトリックもどんどん進化していくじゃないですか、うんうんうん、まあ、前までやれたやつがもう今やれなくなってきた、うん、だから今ねあれなんかどないしてるのかなと思ったけど、はい、あの例えばトランプを選んでもらいます、はい、カード覚えてくださいねっつって、はい、でそれを戻してもらって、はい、うん、であの窓が後ろにあります、はい、ガラス窓があって、うん、ガラス窓見てくださいよっつって、はい、このトランプをガラス窓にビャーってやると、はい、その人が選んだカードだけ窓の外にへばりついてる、はい、へばりついたと今この投げてしまった、はい、だからこうガラスを通り越してへばりついたのかな、うん、と思うようなやつがあって昔うわってなってた、はい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 、でこれ応用でオリエント急行みたいな、うん、列車の中に乗ってて列車の窓の向こうにへばりつくとかね、うん、そういうのもあったのよ。それは応用なんだけど、うん、これどないしてるのかなと思う、はい、どないしてると思います、うん、まあ、例えばトランプであればもともとへばりつくやつは決まってるんやと思いますね、うん、決まっててで決まってるやつは引かしてると思います。引かしている、うん、で別の人が外側でベタってやってるじゃないですか、うん、そのベタってどうやるの。ベタはね多分ね窓があったら下で人が隠れてるんですよ、うん、で隠れててなんか投げるんでしょ、うん、バーッと、うん、投げたらトランプが散るじゃないですか、うん、散った時にこの散ってるので視線が行く時に窓の向こうで壁にパッてへばりついて隠れてる人がピュッてやってる、うんうん、まああのほぼ当たってる。あこれ当たってる、うん、はいほぼ、はい、まあ8割9割当たってる、はい、うん、だから、はい、まさにそうなのよ、うん、カード決まってて、はい、でその決まってる当たりカードっていうのかな、うん、そこには薄く糊をつけてる。はいはい、糊を、はい、そうでへばりつかないから薄く糊をつけてる。で糊をつけたやつを刺し棒の先につけて、はい、刺し棒でペッてやってる。刺し棒でこう手を出すと分かるから、はい、見えちゃうから手で貼り付けたら見えるから。刺し棒も分かりません。いや分からない、もう一瞬やから。あ、もうこれぐらいで、うん、これでバッと蹴ったらもうそれは見えない。あ、まあ細いやつでパッとやって、うん、やっと見えない。で正面ではトランプが待ってるわけですか。そうですそうです。あ、うんうん、そのタイミングでやる。まあそれだけの話なんです、うんうんうん、要は。ってことは、うん、それがミステリーの小説になってくると、うん、犯人って2人、まあそれ必要になる。このトリックは2人いますね、そうですね、いうようなことになってきたりとか、うん、まあそういうことですよね、うん、うんうん、まあだからそのミステリーをの謎を解いていくのはそういう考え方ですよ、うん、あこういうことやってるんだったらここで協力者がいるなと、うん、だこの協力者は誰やろうと、だこの協力者は口が固いやつで絶対自分のことは言わないとか、こんなやってる、うん、じゃあそれ兄弟なのかもしれないとか、うん、恋人なのかもしれないこと、はい、まあいろいろそうやってこう、うん、考えを発展させていくわけですよ、うん、それがまあ推理小説読んでる時のまあなんていうのか、一番面白いってワクワクドキドキするとこだと思うんですけどもね、はい、まあ今そういうそのトリックの話もさせていただきましたけども、はい、まあアリバイ崩しっていうのもある。で今回ちょっとアリバイ崩しの話をしていきたいんですけど、はい、アリバイ崩しの中のまあ傑作といえば、うん、一番日本人としてよく知ってるのはテント船、テント船、はい、を読んだことございますか。テント船はないです、はいはい、
松本清張という方がご存知ですか、はい、あの方が、はい、あの人苦労して40超えてから作家になって、うん、まあ、デビュー作の短編でいきなり直木賞をもらうみたいな、うん、芥川賞かもらうという、はい、そのすごいデビューを飾った方なんですよね。の方の点と線、はい、でその方が短編でいろいろミステリーみたいなものも書いてて、うん、もっと普通の小説も書くんだけど、うん、ミステリーみたいなこと書いてて、うん、でミステリーが非常に評判良かったね、はい、うん、あの張り込みとか映画にもなりますけど、はい、声とか顔とか、うん、まあ、ミステリーをこう書いていって短編を、うん、であるところは長編を頼んだわけです、はい、でそれはあの月刊誌で旅とかいう雑誌があって、うん、旅をする人が読む、うん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 、でそこに長編の連載を頼まれたから、じゃあその旅するから時刻表とかみんな見るから時刻表を使ったトリックでということで点と線というのを考えたわけです、はいはい、で点と線はどういう話かというと、九州の加椎駅のところ、加椎駅っていうのがあって、そこのところの海岸沿いに、まあ、男女が心中死体として、まあ、見つかる、はい、うん、ほんで、それをまあ捜査していくって話なんだけど、この心中死体っていうのは、まあ、あの男と女が、まあ、点と点ですよね、うん、点と点がこう並んでると、それをみんな線で結んで、うん、この二人がなんか関係あるように思ってしまう、うん、それで、まあ、点と線というタイトルなんだけど、うん、要はこれひょっとして関係ないかもしれないというようなところでこういろいろと、あ、ただの点である可能性は、そうそう、これ、はい、点と点がそこでこう二人に並ばされたんちゃうかと、ある人の思惑によって、うん、はい、でそこで、まあ、青酸カリの毒殺されてんだけど、毒を飲まして殺した二つの点、うん、遺体をそこに並べたと、はい、その時間にと、うん、加椎駅、はい、九州のね、うん、夜中に、うんうん、だからある犯人が浮かび上がってきた、うん、でこの犯人が動機はあると、うんうん、でこの犯人をこのその殺人のあった現場の時に加椎駅の海岸沿いに立たせたいわけですよ、うんうんうん、ここに立ってたと、こいつが2人を並べたんや、うんうん、でそいつをこう追及していくんです、刑事がね、はい、若い刑事が追及していくと、実はその人はその時には北海道におったというアリバイがある、はい、九州で行われた殺人の時に北海道におった、うん、まあ言えば、まあ、真逆に入る、うんうん、ではい、このアリバイをどう崩すかという話なの、うん、はあ、うん、これは僕はもう初め読んだ時に分かりました、分からん、全く分からん、僕も今全く分からん、うん、からん、まあ、だからね、まあ、この松本清張という人のすごいところは、うん、この九州で、うん、行われた殺人の犯人が実はその時間に北海道におったという、この発想すごいでしょ。そうですね、うん、言いたらそんなこと思いつかないですね、うん、ねえ、うん、そう、ほんまはいなかったとか、いや、これいるんですよ、いないといけないんですよ、ここに殺人現場にいないと、はい、それもその人が誰かに命じてやったら、うん、アリバイ口も何もないから、この人はここにおって殺人をしてるんですよ、で明らかに。じゃあ、うん、北海道にはいないんじゃないですか。北海道もいるんです、人と会ってるから。あ、人と会ってるんですか。会ってる、うん、ただその時に一人、はい、その会ってる人に尋問というか、まあ、事情聴取に行ったら、はい、聴取に行ったら会いましたと、うん、でも一つだけ、まあそれはある会社の人やけど、はい、一つだけまあ気になることを、はい、あえて言えと言われたら、それほどその人が北海道に来て私と会うような用事だったのかなと思うと、あえて私を呼び出して会うような、うんうん、それはちょっと不思議だったと、うん、別に来たついでに寄りましたぐらいでいいのに、うん、なんか私を呼び出してメインで会うようにその人と、だからその人に顔を見せるようにしてたんだと、うん、意図的にこの人に会うたんだというのが分かってくるわけ、うん、だからよりあこれは何かアリバイを作るためにやってるなというのが分かってくるんですよ、うん、だけどもどうして作ったか分かんない、うん、そうですよね、うん、まさにここがこう繋がらないですよね、うすよ、どうやってるかが、うん、でその人が、その、まあ、犯人らしきものがこう、うん、青森なんとか、鉄道みたいに乗ってね、はい、夜中こう走っていくわけですよ、うん、で走っていた時に弁当交代とか、はい、まあ、いろいろするわけじゃないですか、はい、で最終的に、うん、まあ、そこで人と会うわけだけど、はい、その時にその、あの向こうの会社のおっさんが、うん、あのもう一つ不思議やったのはその、まあ、待合室でも、はい、うん、で要は私が、うん、いや そこまでね来てもらうのはあれやから、うん、もう私の方がホームまで迎えに行きますよ、うん、って言ったら、いやいやいや待合室でって言われたと。あ、変ですね、うん、ホームで、まま、待たれたらいかんのかなみたいな待合室にしたい何かがあるってことですもんね、うん、そうやって、
まあ、推理していくんですよ。あ、小さなとこをちょっといろいろ崩していって、その子にいろいろ聞いて、うん、でその捜査してる刑事が三原喜一という若い刑事、はい、三原さん。で、あのこの貸駅、九州の貸駅の方でこう捜査してるのが、うん、鳥貝十太郎という、もう引退間近 の、はい、あの老刑事なのよ。この二人がコンビを組んで、はいはい、あの解決していくという話なんです。あ、うん、そういうちょっとまあ王道的なタッグでやっていくみたいな。そで、うんうん、でそれを全部時刻表調べて、うん、こういろいろ あるんだけど、まあ、頭からあの時刻表ですごいのは、うん、あるその、まあ、おっさんがいつも言ってる料亭の女の子を教授と飯食いに行くよって誘って、はい、何人か誘って、うん、で飯食った後、うん、あちょっと今から出張やけども、うん、東京駅まで見送ってくれないかということで、はい、その女の子を連れてホームまで行くんですよね、うん、たまたまそのホームが、うん、そのいっぱいホーム並んでるやん、はい、並んでるでしょ、うん、一番向こうの九州行きのところが見えて、うん、そこにそのおっさんが あれ何々くんちゃうかとか言ったら、うん、男の人がおって、うん、それがある女の人を連れてその電車に乗っていこうとしてるわけよ、はい、でこの料亭の女の子も、はい、あれうち あの求人仲間のなんとかちゃんやんか、うんうん、あの人はあの女の子をあの子と人とできてたんやんって、うんうん、ちょっとみんなわーってびっくりすると、うん、でその二人が真珠主体になるんだけど、あ、うん、でその時に、うん、そうだからその時に三原喜一とかがこう、うん、であの時刻表調べたら、うん、4分間だけ東京駅で、うん、あのそこに電車が止まらずに向こうまで見通せる時があって、うん、4分間しかないんです。でそのところに、うん、そういえばこ あの両手の女の子たちは、うん、しきりに時計を気にしてましたと。その時間に行かないと見えないから、うんうんうん、その短いね、短い、だからそこを狙って、うん、偶然を装って2人が電車の上を見せてると、うん、だからあの2人はその時に知り合っただけで、うん、多分親密な関係じゃない、うん、それ親密さも親密であるかを見せるために、うん、こう女の子に目撃させた、遠い場所から見せるっていう、うん、ということは意図的やというところでこの人が犯人であろうということを類推していくわけよ、うん、はい、うん、だからいろいろこう分かってくるんですよ、うん、分かってきて、うんうんうん、ほんで犯人には、うん、まあちょっと病弱の奥さんがいて、はい、奥さんは病弱で何も動けないから、うん、その時刻表を見て、うん、無双するのが好きやね、何時何分にここで乗り換えてとか言うたらこう、うん、だんだん意思が出てくるっていうの話を聞くのよね、うん、あ、ということはこの奥さんは時刻表をずっと見てると、うん、ということは東京駅に4分間そういう見通せる時があるっていうのを分かってたかもしれない、うん、それを旦那に伝えたかもしれない、うん、いうことが分かってきたりとかね、うん、で一番この小説で分かったのは、うん、西鉄貸駅とあの国鉄貸駅であって、はい、その西鉄貸駅で降りた、うん、あの夜中男女2人がこう歩いていくのを目撃してるわけよね、近所の果物屋の人とかが、はい、でそれは西鉄貸駅からその国鉄の貸駅のとこ通って海に行ったわけよ、はい、2人が、うん、でここの国鉄貸駅の時でもその2人は目撃されてるわけよ、はい、うん、でそれをその老刑事がこう丹念に調べていくと、うん、その2人が通った時に、うん、何か会話するのが聞こえた、うん、だからその男は何も言ってないんだけど、うん、女の方が随分寂しいところねって言うたって、この会話から女の人はそこが初めて、うん、男の人は何回か来てる、うん、土地勘がある、うんうん、連れてきてるってことですね。そうですね、うん、でずっと歩いて行って西鉄貸駅から国鉄貸駅の時にずっと行くわけやんか、うん、でここで目撃されて、ついここで目撃されてるところを計算すると、うん、十何分かかってると、でそれを鳥貝十太郎歩いてみるわけよ、うん、だから7、8分で行けるんだよね、間現実的に短い、だから要はそれは十何分かかってると、うん、でここで目撃した人の話は、その二人は男女は早足で歩いていった、うん、早足で歩いていったのに、うん、普通に歩いても7分ぐらいで行けるのに、うん、なんで十何分かかってんのやろう、うん、変ですね、うん、ほんで随分寂しいところねって言うたっていうのは、この辺はちょっと怖いんですよ、うん、なんか、うん、まあ、結局これはその料亭の女の子とその犯人がまず降りて歩いていって、うん、はい、で次に目撃されたのはその殺された男とその犯人の奥さんが歩いていた、うん、違う、この二人は別やったと、はい、うんうん、で 別に連れ出して、うん、そこで殺して二人を並べたということなんですよ、ね、うんうん、あ、そういうことなんですね、うんうん、あ、じゃあかなり大掛かりなことをやってるのってるわけですね、やってます、やってます、で、まあ、最後にその、うん、あのアリバイの謎だけが残るんだけどね、うん、まあ、あるところでこうその三原喜一がある瞬間に気づくんですよ、うん、はって気づいて、はって気づいたところで終わって、うん、あとはもう鳥貝十太郎の手紙って言って、うん、鳥貝十太郎から来た手紙で終わっていくんですよ、うん、まあ、ここがちょっとねすごい、うん、あ、余韻があってうまいなっていう、うん、あ、
ほどいろんなのがあるんですね、うん、あります。でこれも短いあの、うん、長編といえども短いので、まあ、皆さんぜひ読んでください、うん、あ、なるほど。これとね、はい、あの本人殺人事件、これは短いので、はい、ぜひ読んでいただければと思います、はいはい、ということでまた明日でございます。また明日。